はい、全国の皆さんこんにちは。早稲田合格塾代表の平です。共通テストお疲れ様でございました。先ほど問題解き終えて、でまあちょっと今この公表動画に向かってるんですけれども、僕のね生徒っていうのがまあ早慶志望者が多いので、ある程度早慶を目指してるな人、要はマーチカンカン同率を共通テスト利用で取っていきたいよみたいな人をまあちょっとターゲットにした公表になるかもしれないんですが、それなりにねまあどんな方にもね適用するような内容にしていきたいと思います。現代文から正直予備校とか新聞社が出している公表と僕が実感している公表、ズレがあるんですよね。これまあ結論から言いますと、評論ねそんなに難しくなかったよみたいな公表がまあ世の中的にはちょっと多めなんですけど、俺ね差つくんじゃないと思ってるんですよね。かけ方が巧みなのか、もしくは、まあ、ちょっと荒いのか。けど、まあ、僕も2個間違えたんで、迷わせようとする選択肢の作り方が、うまいような気がするんですよね。評論の平均点、30あるかなって思うんですよね。問い2から、問い5までですね。が、引っかかりそうだなみたいな印象で、で、漢字5個ありますよね。ここでのミスもちょっとこう、抑えられたらいいなとも思うんですけど、漢字もちょっとこう、怪しげなものが1個2個あったりするんで、まあ、もしかすると30切るかもしれないぞと平均点っていう風にはちょっと見てるんですよね。もし僕の予測が当たって評論の平均点が30下回って、小説はねこれは点の取りどころだった。小説に関してはできれば一罰、まあ最悪ちょっとほらあの問1の語句の意味を問う問題、あのあたりでまあどれか3つ中1個ねちょっと怪しいのもあるから落として、ねヤニワニとかちょっと大変だったかもしれないんだけど、であとラストの問題がちょっと落としそうかなみたいなところもあったんで、まあそれで40オーバー取れたらいいな。小説で40オーバー取ってなんとか評論で30点まででちょっと失点をね抑えることができて、現代文70点点で切り抜けられたら、まあ、結構いいかもしれないねっていうような印象ですけれども、もしかすると今回の共通テスト評論がキーマンになってる可能性は非常に高いと僕は見てます。はい、でも去年も僕平均点当ててますからね、これ110いかないぞみたいなね、多分日本で一番最初に言ってると思うんで、まあ、ちょっとある程度ね分析力がある目をねしてるとは思うのでね、ぜひちょっと今年もこれねお付き合いください。まず評論から。で、これは、ま、僕が、あの、森鉄イングリッシュチャンネルの方で、直前でね、まあ、予測を立てた通り、文章の内容自体は、そんなに難しくなかったよね。文章の内容自体は、まあ、芸術論で、割と読みやすかった内容ではあるんですけど、これ、国立二次とか、難関次第に向けて、ちょっと要チェックしておいてほしいポイントが一個だけあるんですよ。第9パラグラフ、第10パラグラフ、ちょっと見てほしいんですけど、皆さん。マジで出るから見といて。英語長文とかでもそうだし、現代文でもそうなんですけど、現代の、この、多様化を受け入れていこうぜみたいな価値観に対する文章ってよく出てくるんですけど、この文章の結論の部分みたいに最初からあるものじゃなくって何らかの過程とかメカニズムを経て価値観っていうものはねなっていくもの、なるものなのにあたかも本当の正解があるかのように錯覚してしまう、でそれが正義であるかのようにねこう錯覚しちゃう人の価値観への継承みたいなものっていうのはよく出るんで、価値観っていうものはなっていくものであって正解があるものじゃないんだっていうねっていうところ、これってねめっちゃ出てくるから、あの評論の中で特に多様化ってものがテーマになっている文章においてはめっちゃ出る、本当にめっちゃ出るんですよ。説問の方見ていきます。問い1の漢字なんですけれども、1罰でいきたいけど2個やられるかもなーっていうところもあるよね。紛れるとさ紛糾紛飾このあたり怪しいかなって思うんですけど、まあ、ここ1罰で切り抜けたいですね。あいうえお、まあ、順番に行くと23223あいうえおの順ですね。ちょっとこうおの紛れが怪しいかなっていう印象はありますかね。文字の意味とかを考えたら取れるんじゃないかなってところもあって、そこはね催し物とかさ間違えた人がいたかもわかんないけれども、例えば催眠効果ってさまさに眠気を催すってことじゃないですか。はい、次問2、これ標準レベルです。これはねあの5番がもう正解で標準レベルで引っ掛けになりそうなところもないんじゃないかなと思うんですけど、問2はねあの3の選択肢だよね。3の選択肢は後半部分、参列者のために儀式と演奏の空間を分けたことによって
て聖堂内に泳いで、まあこれ僕もね、あのほら自分のユーテラの授業とか、あと和製号の授業でもねよくやってるけど、この何々によって何々になっていくっていうこの因果関係がもう間違ってるから、こうだからこうじゃないってとこね。確かにどちらも書いてあるんだけど、この因果関係じゃないでしょうってとこですよね。次に問いの3番ですね。で問いの3番ね、これねちょっとややなんだろうなとは思うんですよね。1、5あたりで迷うんじゃないのかなと思うんですよ。1と5の選択肢で迷って、で1を選び抜いたっていう感じなので、だけどこれいい問題です、いい問題ですね。問いの4番、これもねややなんだとは思われる。めっちゃいい問題ではあるんですけどね、2、4、5あたりで迷いそうな感じはあるかな。問4はね、5番が正解です。問いの5番、これちょっと難しかったな。丁寧にゆっくり見たら分かったのかもしれないけど、僕ね1番から4番まで全部正解に見えたんですよね。正解3なんですけど、これ見抜けるかっていう感じはするな。で次に問い6です。2つ目の文章を挿入する問題、ここが間違えそうな匂いはするかなという印象です。空所10の方はこれは落とさないでほしい。これは簡単。あんまりこう本文を照らさなくても、まあこの問いの6番の文章の中だけで解けちゃうっていうのも特徴でしたよね。この問いの6の2なんですけれども、まあまずこのそれっていうのが何を表すのかと、でだけではなく何々だからだろうっていうことなので、この挿入箇所の指示語が何を指しているのかっていうことと、そしてこの挿入箇所の内容は何らかの理由になってるんだな、そこを吟味して掘り下げると、まあ正解を選べた問題でしたね。正解は3番ですね。はい。であとラストの12番も、まあこれもまあ基本ですね、これも間違えないでほしい。2番が正解ですね。問い6の1、2、3の中のまあ2だけちょっとこう引っかかりそうな予感はするんですが、どうでしたかね。問題のスタイルは旧センター試験の形にかなりまあね寄せてきたんですよね、共通テストというよりは。だけど引っ掛けのレベルがまあまあ鋭いような気はしたかな。小説、ここはね点の取りどころだったと思いますね。僕がユーテラ講義および早稲田合格塾の3月4月の中で小説とか入れてるんですけど、そこでやっている解き方がズバズバハマるような内容だったんじゃないかなと思いますね。本文自体はさーっと読んでいくと、心情表現だけを抑えてさーっと読んでいくみたいなとこですよね。おばのことが大好きな一奈さんっていう女の子がいてってね、まあおばって言ってもまあ24歳とかだよね、まあ若いんだよな。でまあ大好きなんだろうな。でなんかこのおばさんが他の人と仲良くしてるとイライラするんだろうな、わからなくもない気もするけどね。まあ本文自体はまあ読みやすかったと思うんですよね。で心情も追っかけやすかったと思います。まあなんかちょっとしたやきもちみたいな文章ですよね。まあまず、問1の5句問題ですね。13、14、15なんですけど、まあ4、4、2の順ですね。でまあ裏ぶれた最もらしい、このあたりはまあそんなに落とさないんじゃないかなと思うんですけど、やにわにはやられるよね。やにわにはまあ半端にをね文脈的に入れる人はいないと思うんですけど、このおじいちゃんの性格からしても1、2、3、5、このあたりでまあちょっと迷ってどれだろうみたいなことになると思うんで、まあ15は落としてもいいけど、まあ裏ぶれたともっともらしいぐらいの語彙は欲しいなという感じかな。僕なんか長渕剛の歌で裏ぶれたって言葉よく出てくるから結構知ったりしてるんですけどね。どうですかね。続きまして問いの2番、16ですね。これも標準レベルですね。まあおばの対応能力にこう焦点を当てて語っている選択肢って1番しかないんで、まあ1番が正解ですね。問いの3番、これいい問題ですね。標準レベルでかついい問題、心情を追っかける問題ですよね。まあこれ答え4番なんですけれども、おばとの同居を伏せていた友人はおばを煩わしく感じていると一奈に思われることを避けようとして、こういうねあの問い方がねやっぱり巧みなんですよね。一奈は結構ですっていうこの友人の回答から、そこには何か拭いきれていない沈黙が混じっているようだったっていう風に、なんかあんのかなって思ったんだよね。おばさんと話すのは億劫って、一奈はこの友人がおばさんのことをなんかちょっとネガティブに感じてるのかなって思ったんだよね。そう思われてるのかなってことを感じた友人が、いや違うんだよっていうことでこうちょっとこう同居してたことを打ち明けるわけですよね。そうすると友人はもう気やすい声を出したっていうことなので、打ち明けてスッキリしたわけだよね。でまた一奈がなんかおばさんのことに対してネガティブなのかなって思った、その一奈の気持ちを感づいた友人みたいなところもまあなんかこう捉えないといけないというところで、それが捉えられてたら4を選べるっていうようなところですよね。他で迷いそうな、まあ1番2番とかはさ、おばに口止めされていた友人はってこんなシーンないし、2番なんかはおばと同居した事実を黙っていた友人は一奈に隠している罪悪感に耐えきれず、一奈に隠していることに罪悪感を感じて打ち明けたわけじゃないからね、まずね。でしかも
このくつろいだ雰囲気を作ろうとしたんじゃなく、打ち明けたことによってすっきりしてるんでね、隠し事をしようって黙っていようっていう風にしたわけじゃないけど、言ったことですっきりしたっていう、ただそれだけのことだから、別にくつろいだ雰囲気を作ろうとしてたわけじゃないんでね。3番はちょっと言い過ぎですよね。二人の仲を気にし始めた一な、何それっていうね。まあちょっとユリみたいなことなのかなと思うけど、でもそこまでのことじゃないんでね。で、その上で現在付き合いがないことを示して一男を安心させようとした。言い過ぎですよね。ここまではちょっとこう見受けられないので、言い過ぎの選択肢に、勝手に引っかからないようにってところかな。18番、これもすごくいい問題。ペケつくとしたらこれあり得るかなって感じだね。1、2で迷うと思うんですけど、まあ2の方がいいかなって優劣をつけられる能力ですよね。1の選択肢は、33から47行目のね、糸くずを拾う一男のね、様子を見た時にですよ。自分とおばの関係に他人が割り込んでくることの衝撃をなんとか抑えようとする一男の内面。だってさ、今さ、過去の話をしてるわけじゃないですか。昔一緒に住んでたんだ、以前一緒に住んでたんだってね。以前の話をしてるのに、おばとの関係に他人が割り込んでくる。これから私も住むわ、みたいなことだったらさ、まあわかるんですけど、割り込もうとしてきてるってね。だけど、そういうことじゃないんで、ここがちょっと三角じゃないの。一方で、2番はさ、友人が自分の意識 していなかったおばの一面を伝えてきたことに揺さぶられてる。過去の話をしてて、おばさんってでもぶっきらぼうじゃない？いや、そんなことなくてこうなんだよって。自分の知らないおばの一面を知ってるわけだもんね。で、それで糸くずを掴む手が、みたいな感じになってるわけだから、この様子を鑑みても2の方がいいよねってなれる。これは共通テストを練習してきた人じゃないと、さっきの問い3番同様、迷ってこっちを選びきらない可能性は高いですよね。問い5は2番が正解ですね。まあ、これも標準レベルかな。おばの工夫によるものじゃないんだっていうところ。ここの部分だけ押さえておくと、まあ、ちょっと解きやすくなるかなっていう印象ではありますかね。まあ、あんまり問い5ではでも引っかからないでほしいなっていうところです。問いの6。これはね、基本レベルです。要は、適当でないものを選ぶときは、明らかな罰なものが1個だけあるんですよ。1番、3番、4番、5番の選択肢なんかは、なんとなくそんな気もするし、でもどこにペケつけていいんだろうみたいなとこなんですよね。だけど、2番の選択肢のラストの部分。これなんかもう僕、ユーテラ授業でやってますからね。末尾の方に切れる箇所が結構多く来がちなのが共通テストの選択肢。これはもう、まあ、次第なんかもそうですけどね。子供たちの意識が徐々に変化していく様子が表現されてるところどこみたいな。全然ないですけど、みたいな。子供たちの意識の変化とか。ないですけど、みたいな。一緒に遊んでた様子はあったけどね。それ以上のこととかって、なんかありました？なんか子供たちの意識が徐々に、こんな気持ちがこんな風に変わっていたみたいな話何もないので、これはちょっと言い過ぎでしょうっていうところですよね。まあこれはね、簡単かなというところですね。ラスト、問い7。まあ評論と同じように、ラストちょっと資料が与えられて、みたいな問題ですよね。この問い7に関しては、問い7の1、2とね、あるんですけど、1の方はまあ、これは解けてほしいかな。普通にね、4番が正解ですね。ね、2、3はすぐ省けると思うんですよ。4番の1は、ままごとに遊びになぜか本気で付き合ってくれる。これ単なる事実なだけであって、この空所 X に入れるのは、とにかくこのおばの枠の見えなさ加減。これを表現できているような内容が XY で表現されてた欲しいわけですよ。なんかこう、おばの底の見えなさというかさ、ね、果てのなさみたいな。枠が見えない感じ。が表現されてて欲しいわけなんで、まあ4番。これは素直に選べて欲しい。で、まあ間違うとしたら、まあね、小説間違うとしたら、このラストの問いの7の2のね、この空欄 Z に入れるものなのかなっていうところかな。これがちょっとこうね、迷うかなといった印象ですかね。これね、回答3番なんですが、まあこれだけかな、迷うとしたら、まあ1番とか迷いそうな印象はあるかなというところですけれどね。まあここ切り抜けてくれたら、間違ってもいいです、この問題は。間違ってもいいけど、これ合ってたら相当と差つけられると思っといてください。うん、そんなところでございます。まあ、僕は評論2個、小説1個間違えましたね。おそらくまあ毎年言っているように、漢文で満点目指して、まあ古文でダメージを最小限に抑えるみたいなところだと思うんですけど、なんとか漢文古文ともにね、プロとして満点を取れたらいいなと思うんですけど、まあ受験生の皆さんもこの程度の間違いはあんまり気にせずにね、まあ僕とチャンネルが合ってる方だったらね、自信持ってね、やってくれていいと思いますんで、はい、ということでございます。まあ僕の予測、まず評論はね、30オーバーあったら OK。で、小説も40オーバー欲しいなーってとこだと思っててください。で、特に評論はさっきの問い3、4、5、あのあたりでちょっとこう差つけられたらいいなーっていうのが目論見ではあります。いいかな。さあ、古文漢文どうなってるんでしょうか。ね、もう一方の動画の方もお楽しみにしてください。以上になります。このチャンネルがいいと思われた方は、グッドボタンとチャンネル登録をよろしくお願いします。